やるじゃない。俺も思わなかった。あんたのダーティーブーツ、その能力ってのは言うと思う？そうだそうだ、戦いながら確かめるしか。ハウス解いてやんなきゃいけねえだろ。やだ。言わなくていい。リルカのああいうとこが嫌いなの。ジャッキーのフルブリングなんて見たくないっての。まだまだ。黒崎さんの調子は？さあな。1、2、3。来ないのかい？こっちから行くよ。避けちゃ食らっての繰り返しじゃないか。勘はいいけど悠長だね。さっきまで硬かった土が水を吸って泥になってきた。汚れていくよ。始まったようですね。そう願うしかねえだろ。重くなってる。汚れれば汚れるほど強く、気づかないくらいゆっくり、加速度的に強くなるよ。はあ、私汚れるなんて大っ嫌い。ずっと綺麗で可愛いままよ。よし、何でも買ってあげよう。いつまで透かしてんだてめえは。分かってんの？生身の体で戦ってんだ。死ぬんだよ。食らい続けたらすぐに肉片になって死ぬって言ってんだよ。あんたのその技、穴だらけなんだよ。その技は威力にムラがある。それだけ回転欲は減少し、3発連続で使った後に一番でかい隙ができる。グリンガーライト。グリンガーライトの名物は使いこなし始めてる証拠だ。戦いは誰かに習ったのかい？最初のコツは教わった。あとは戦いの中で覚えたんだ。あんたらより上だぜ。で戦いに臨むことで目覚め始めた。いいんじゃないの？来い！ご苦労様です、ジャドさん。聞きたいことがある。月島ってやつの能力について知りたい。そうか。あの時切られたの、気がついたら傷口はなくて、一瞬だけその人のことを友達だと思ってた。そういうんじゃなくて、昔の記憶をたどったらその人のことを思い出した。月島の能力じゃないかと思ってる。月島のフルブリングという特殊能力があったんじゃないか。今さら隠し事はなしだ。なんだ、大故障が。隠すな。困ってんだ。ブックオブジエンド、何でも切れる刀だ。その刀に特殊能力はない。続けようぜ。中止だ。フルブリングが暴走し始めてる。中止するしかない。続けてくれ。ドールハウスを解いて。続けろって言ってんだよ。大交渉が俺に力を取り戻せって言ってんだよ。あんたね、能力が変化した可能性は？それはない。今までに何度も変化してる。自分のフルブリング本来の力を、そんな段階はとうに超えてんだよ。少なくとも俺の知る限り、そいつは月島の能力じゃねえ。石田瓜生はどうなんだ？記憶の混乱はあるのか？わかった。こんなに汚れちゃってな。ああ、もしなかったとしたら、井上織姫を月島じゃないってことになる。久しぶりだな。こいつが。久しぶりだな。月島、こ
こいつが。飲みすぎてないかい？まだゲームばかりやってるみたいだね。もっと本を読むようにしなきゃ。何しに来やがった？ジャッキーも姿が見えないね。そこかな。イチゴ。市役所。死神の力が戻ったのか。クラッドタイプのフルブリング。イチゴのフルブリングの本来の姿。イチゴは挽回もそういう形だった。その市役所も含めて挽回だと言っていた。力をまとった姿こそが。リルカのドールハウスはトレーニングしてたと教えてくれれば。あんた何者だ。僕の情報伝わってないんだ。僕は月島シュークル。ここでそんな派手なことしたら。何？警察を呼べ。何よ今の音。ことをでかくすんじゃねえよ。もう月島の情報はまだイチゴのフルブリングにどの程度の力があるかも。月島が井上を襲ったって情報は。そうか、あいつがそうなのか。石田を切ったのもあんたなのか。どう思う。くそ、攻撃が当たらない。月島はフルブリングで。ヘイチゴ。俺は僕には永遠に当たらないよ。当たらないと言った。いつの間にブリンガーライト。加速した。フルブリングを使いこなしていたのか。君はやるようだね。集中すれば左腕のフルブリングはだろ。くそ。どうもまだイチゴとお前を戦わせる。銀女ただいまーす。あれ月島さん、トイレっすか。邪魔するのかい。邪魔してんのはお前だぜ。どいてくれ。無理だ。どけって言ってんだよ。邪魔だって言ってんだ。そこで黙って寝てろ。銀女、僕とやったら死んじゃうよ。死ぬのはてめえだろ。待てよ金城。シャドウ、もう力の差が分かったろ。あいつに勝つのは無理だ。フルブリンガー同士ほっとけってのかよ。早いと言ってるんだ。斬撃は鋭くなのに残機がねえ。金城、やっちゃった。本業はあっちよ。タイプ何なの一体。いけませんね。イチゴ。危ないな。中に人がいたらどうするんだい。ちゃんとハイビル選んで。もう少し派手にやらせてもらう。イチゴ。そんな攻撃じゃどうするんだ。